こんにちは。今日はこちらのダイソーのデザインヤーンっていう糸のドラゴンフルーツですね。これがちょっと残ってて、まあ、これでね、棒針この前購入してきたんで、まあ、これでねどんな感じで出るかなっていうのをちょっと見てみたくて、ちょっとやってみようと思います。まあこっちの方だと思うんですけど、 2.5 ミリの方でいけると思うんですけど、こっちでやっていこうと思います。で、そうですね、まあ、こういうねガマ口の、まあ、これがある限りこう長く作っていこうかなと思うんですよね。まあ、そんなにあるかどうかもわからないんですけど、まあ、あれだけやろうかなと思って、まあね、こっちとこっちをつなげるのが、まあ、柄の出方で、まあ、つなげれたらつなごうと思うんですけど、まあこれ1個だけでやり始めて、で足りなかったら、まあ、無地とか単色のものをね上に重ねたりとかしてやっていくかもわからないんですけどいつもねやり始めはちょっとわからないんですね、自分でも。まあ、これで、作り目して、ちょっとそうですね、ここも何目で作ったらいいのかっていうのはね、なんかゲージみたいなそういうのを取ると思うんですよね、多分。それもちょっとわからないんですけど、まあ、大体でちょっとやっていこうと思います。はい、こんな感じでちょっとだけ編んでみました。で、まあどれぐらいかわからないんですけど、まあ大体で目数を数えてやったんですよね。まあでも大体でやったんですけど、ちょっと合いそうだなってちょっと思ってきてて、でちなみにこの4本でやって、でこの1つのところが12目全部あります。なので全部で48目ありますね。これでずっとやっていこうかなと思います。でも結構ねちょっとだけ編んだんですけど、まあいい感じになりそうですね。でもこの編み本当に可愛くてめっちゃ可愛くなりそうなんですけど、まあ、これではね普通にかぎ針で前編んだだけなんで、まあ、本当に楽しみですね。まあ、これでずっとね、まあ、ある程度の、まあ、長ければ長いほどいいなって思ってて、ペンケースとかにもなるしね。だからこれ1個で、まあ、ある程度のところまでやっていきたいんですけどね、長くやっていきたいんですけど、まあ、それはちょっとわからないんで、まあ、できるところまでやっていこうと思います。はい、こんな感じで編んできて、まだちょっと残ってるんですけど、ここから始まってて、で今ここまで編んできてるんですね。でまあ一周っていうかちょうど編めてるので、ここでちょっと様子見ようかなと思って、こうやって当ててみたら、まあここからはね表と裏に分けて編んでいきたいと思うので、まあこの辺かなって思うんですよね。まあこの1個で編もうとしたら、でも結局ね別々に編んで、ここを編んだらなくなるかもしれないんですよね。そしたらまあどうしてもまたもう一つの方を使わないといけなかったりすると思うので、まあ、それやったらもうちょっと長くして、またねこう回ってきて、ここの始まりのところで終わる感じですよね。今みたいにこういう感じでまた止めてこようかなと思います。結構可愛いですね。なんか結構しっかり編めてる感じです。こんな感じでやっぱりかぎ針で編むのとまた雰囲気が全然違って面白いですね。もうくっきりって感じですね、色が。こんな感じで、まあ、こっちを下にするかこっちを下にするかっていうのも、まあ、迷ってたんですけどね、まあ、こっちを今のところ下にして、こっちをこう別々に表と裏で分けて編んでいこうかなって考えてます。まあ、これをこのまま全部終わるまで一応やってみようと思います。こんな感じで、まあ、全部一玉編んだら結構長くなりましたねなんかここまで編んだらもうちょっと長くしたい気もあるんですけど、まあね、この両方を、まあ、ここで調節したいので、まあ、この一玉を残しておこうかなと思ってるんですね。で調節するっていうのも、まあ、これはねちょうどで終わったんですよ。ちょうどっていうのもここに出てる、まあ、一番最初のとこですね、ここで終わりました。ちょうど
なのでここから裏返し裏返しで、このガマ口のね、まあ、こうやって開けペタンとしたタイプにするので、まあ、こっち側とこっち側にこう分けて編んでいくんですよね今から。まあ、それもねできるかどうかわからないんですけど、まあ、多分こうやって裏にね編んでいってここで留めて今度はまたこっちでっていう感じでね、こっちとは離して編むとやっていけるんじゃないかなって思って今は思ってるんですよね。まあ、そんな感じでやっていこうと思うんですよ。でここでねすっごいウイス鳴いてるんですけどでここでピンクのところちょっといるかなって思うんで、ピンクのところをこう探すんですよね探して、まあ、ちょっと探し、出てきましたね。でね、出てきたんですけど黒もだいぶ編んでるので、まあ、ここもちょっとパスしますよね。で黒のが終わったこの辺ぐらいからこう足していこうかなってなるんですよね。でもこっち側とちょっとまた合わせたいので、まあこのどれぐらいでこう入れるかっていうのもちょっとね、まあ黒、まあ分かりやすいように黒からすぐのところで足していこうかなって思うんですよね。あのね、これも慣れてないからね、こうやって足していく時も結構難しいんですけどね、私は。でね、一回ここでくくったらいいのかな。ちょっとくくりますね。で、一回カットしとかないとくくれないですからね。ここで一回、まあこれも短くしといたらいいので、カットして、まあここで一回くくっとこうかなと思います。軽く。まあ、後でほどけやすいように。で、ここから、まあ、裏で編んでいったらいけるんじゃないかなって思うんですよね。まあ、こうですよね。まあ、ここもね、何段編むかっていうの。こういうふうに、裏を取って、編んでいったらいいんじゃないかなって思うんですよね。で、裏の編み方もまた、慣れてないからね、これ。まあ、ぎこちなさはありますよね。でもね、結構ね、家の中片付けてて、で、これもね、何日かにわたってやってるんですね。まあ、1日目、2日目みたいな。なんかね、片付けながら、でも、ちょっとでもね、糸を触りたくて。だからね、全くやってない日はなかったんですよね。お休みしてても。やっぱりね、糸を触らない日があるとね、なんか自分の中でストレス溜まってるような感じがするんですよね。それぐらいね、なんか編み物ってストレス解消になってるんだなって、やっぱり思うし、なんか大事なことですよね、編み物するって。こうやってね、なんかね、一目落としてるような気がするんですよね。なんかたまに数えたら11しかなかったり、まあいっかと思って進んでるんですけど、まあ多分ね、最初の段階で目落としてるんですよ。ふふんじゃないですけど、これぐらいがね、ちょっとやりにくいですね。こんな感じに、多分こうだと思うんですけど、こうか、こうか。もうね、慣れなくてね。でも表編みはね、割と慣れてきたかなって思います。結構サクサク編めるようになってきましたね。裏編みはね、この棒がたくさんある場合、結構難しいですね。私は。で、これすっごいね、糸が割れやすいんですよね、この糸。だから本当にね、ぎゅうぎゅうで編むと、めちゃくちゃ糸割れるんで、こういうふうに、っていうか私はできているかどうかわからないですけど、
ゆったり編む方がいいですね。あ、できましたね。これでね、元表向けてっていう感じで、こっちはこっちで完成させて、で、もう反対側も元反対側で、完成させていくって感じですね。こうやってやって、で、また、このままずっとやってましたけど、まあ、こうですよね。こんな感じでやっていけると思うんですよね。これで。表編みはね、なんか結構、まだまだ初心者なんですけど、こんな感じでね、こう割とね慣れてきましたね。うん、それでまだまだね、片付け終わってなくて、まあ、こんなにも物持ってたんだなって思いますよね。もうかなりね、処分したんですけど、全然まだまだいろいろ出てきてまあしょうがないですね。あ、これちょっと失敗したかもしれないですね。糸の出し方、なんていうんですかね、これはね、この幅でちょっと見てたんですよね。でもこのまま行くと向こう側のものを編んでないから、まあ、こっちに全部行くからね、ピンクが。ああ、伝わりますかね。なので、まあ、ちょっと途中でカットしますね。で、次はピンク、濃いピンクが来るように、ちょっとしていこうと思います。あ、全然考えてなかったですね。もうこの辺でも太いですもんね。このピンクの状態が。全体を見ても。まあ、でも最後まで編んで、ここはもうしょうがないんで。だから裏もちょっと太めに編んで、こういう感じで見るとね、ここの幅が違うんですよ。だからちょっとでよかったんですよね、これ。まあ、こういうのもね、やってみてって感じですよね。まあ、これはね、自分で使おうと思ってるんで、こんな感じ。で、濃いピンクをね、また持ってこようかなと思うんですよね。こうやってね。でもすぐ出てきましたね。こうやって出してきて、でピンクをまたつなげるんで、まあ、もったいないんですけどね、ここでちょっとカットしようと思います。カットして、またさっきみたいにね、まあ、反対側はもう最初からね、それも計算してやるからこういうことにはならないんですけど、これもなんかね、使えるところがあれば使おうかなと思います。あ、タコちゃんが埋もれてるしね感じ で、ピンクをつなげてっていう感じでね。で、ある程度のところまで行ったら、ある程度のところっていうのはこういう、こう見た時にこの分かれたところからですね、見てここにはまるぐらいまで編んでこれたら、ちょっとやめようかなと思います。ちょっと編んでいこうと思います。こんな感じでね、まだ途中なんですけど、こうやった時に、まあ、ここに合わせて、まあ、もうちょっとだなと思うんですよね。でも、このピンクがまだあるんですけど、まあ、ピンクはもうここで終わりなんですよね。なので、次はこのピンク。で、次、このピンクはで、出るまで探すんですけど、またここで一回切りますよね。まあ、私もね、こういうやり方嫌なんですけど、まあ、しょうがないなと思って、こういう色が、いろいろ変わるものって。まあ、でもすぐかな。まあ、この辺かな。ちょっとね、はっきり変わらないから、多分ここかな。まあ、ここでね、糸を切りますよね。本当にね、次々みたいな感じになるんですけど、まあ多分糸を合わせた方がいいと思うので、まあこういう風にしますよね。本当にめちゃくちゃ嫌なやり方なんですけどね、私は。まあこれも絶対糸始末しないといけないし。なんかずっと編んでいたいですよね、糸始末。全部パスして、
島津だけ誰かやってほしいって感じ。へえ、な感じね。で、また裏をこうやっていって、もうぎこちない感じで編んでいって、多分ね、ここで3段だと思うんですよね。もうこのね、読み方もね、いまいち、この糸がかかってる状態で何段だろうって、あ、でも4段編んじゃってるね、これは。4段編んじゃってますね。ここ3段なのに、ここ4段。まあね、こうなりますよね。あ、どうしようかな。まあ、しょうがないかな。まあ、いいかなと思います。だからね、こう数えていった方がいいですね。私もぼーっとしながら編んでたんで、まあ、こうやってね、なるんですよ。ここ、この編んでる段階で3段だなって思ってたのに、ぼーっとしてやってたから、まあ、こういう風になるんですよね。だから同じようにやられる場合は、まあ、こういうね失敗もあるんだなっていうのを見ていただいて、挑戦していただいてって感じですね。でもなんかね、失敗を見た方が分かりやすいって場合もあるんで。って感じね。だからね、私の動画をね、多分見ていただいた方はね、なんかこういろいろ考えられる動画になってると思うんですよね。なんかね、もう完璧な動画だと、なんか私もそうなんですけど、なんかすっごい完璧な方の動画だったらね、ぼーっと見ちゃうんで、考えないんですよね。だからその通りにするし、だからね、私の動画はね、そこはそうじゃないよとかね、なんかいろいろ思われることがあると思うんですよ。だから考える力がつくと思うんですよね。まあ、ね、この、何ですかね、色の出方を見ていただきたいなって思ってね、今回は、やってみてるんですよね。まあ、私も見てみたかったしっていう。こんな感じ。だってね、ここが1段目っていう感じでね、一回一回こう数えていくと間違いないのかなって。まあ、そりゃそうですけどね。だから、こっち側、反対側するときも、ここ4段編まなきゃとかね、ここもちょっと太めに編まなきゃとか、ちょっとこっちに合わせてやっていくんですけど。だからね、ちょっと余計ややこしくなったみたいな感じではあるんですけど、まあちょっと完成させていこうかなと思います。まあね、ほどけばいいんですけど、まあ1段ぐらいとかね、まあ、思うんですけど、まあめんどくさくて、まあ自分のだしいいかなと思って、まあ次から気をつけようっていう感じで、私は今やっています。あれ、こうやってやってみないとやっぱりわからないことってたくさんあると思うし、まあこうやってね、私もやってる中で次はこうしようとかいろいろ考えてるんですよね。あ、これやったらダメだなとか。こんな感じで。で、これは次何段かなって見るんですよね。多分これも1、2、3段ですよね。だから3段、今2段目だなって思いながらちょっと編んでいきますね。こうやって、まあこの肩になるまで。で、またこれもね、多分途中で切るんですよ。向こう側は編んでない分余るんで。だからカットして、まだ丈が足りなかったら次は緑みたいな感じで、こうやっていこうと思うんですよね。もうちょっとだと思うんですよね。こんな感じでちょっと、まあ両方やっていこうと思います。こんな感じで、まだ終わってないんですよ。途中でね、ちょっと思うことがあって、こうやってね、もうちょっと緑が次ね、ピンクの月は緑なんで、次もうちょっと緑がいるなって思うんですよ。で、緑って思った時に、ここに緑があるんですよね。だからこういうね、ちっちゃいところ、ちっちゃい方から、まあ、使っていくんですね。
だからこういう風にボンって置いてて、この切った方から使っていきますね。こんな感じで、まあ、ここもね間に緑があるからまた切ったりとかしないといけないですけど、まあしょうがないんで、まあ切って、でここも切ってですよね。ほんまにやって本当に次々になって、もうどうしようって感じなんですけど、まあでもねこれ周りをね細編みで飾っていこうと思ってるんで、今の段階では。なのでまあこれも巻き込んで編んでいこうかなと思うので、そうですね、まあ始末はしなくていいかな、まあ、極力ね糸始末しないようにやっていこうって思ってるんで、今回もでね、ここで緑に変えます。ちなみにこのピンクはちゃんと3段で割れましたね、数えてたんで当たり前なんですけどこんな感じでね、はい、ずっとその時になるまでやっていきますね。それでやっていきます。はい、こんな感じなんで来れましたね。一番最後右に糸が来るようにして、でここから伏せ止めですかをちょっとやっていこうかなと思います。これもね教えていただいて、こうやっぱり裏でやるより表でやった方がいいですよね。やってでこうやってでこうかな、でこうやってで、これでいいのかな、こんな感じでずっとやっていこうかなと思います。で、こう、まあ、釘針でやってますって方もおられましたね。ちょっと釘針でやりましょうかね。こうぐらいでいいんじゃないかなって思うんで、まあ3号、まあ3号そう、6号って大きすぎるかな、まあ、6号でやってみましょうかね。やってこういうことですよね。でこうですよね。こうしてこう、こんな感じにずっとやっていこうかなと思います。かぎ針の方がやりやすいですね、私は。まあここは別にね口に入るんで、まあこんなに綺麗にしなくてもいいんですけど、一応ちゃんと止めてる方がいいのかなと思うので、ちょっと止めますね。でもこの後にまだ上から細編みでぐるっと一周やっていこうと思ってるんですよ。なのでまあどうなんですかね、このまま細編みしていけるのかな、こんな感じで。やっぱり鍵割りの方が早いですね、私は。これでね、こっちとあっち、ちょっとやっていこうと思います。こんな感じでね、最後の一番端までやってきたんですよね、今のところ。で、この糸が、まあ短い方だったんですけどね、まあ、糸がある限り、こうやってこのままやっていこうと思うんですよね。まあ、こういう入るところを全部、細編みで拾っていくだけなんですけど、まあ、大体ですよね。拾っていっ
で、まあでもこの何ですかね、この2本になってるこの間、ここに入れてますね。で、2本拾ってる感じですかね。こんな感じでスーッとやっていきますよね。で、ここでこういうね、いろいろ継ぎはぎっていうか、こういうのしてるところを巻き込んでいこうかなと思っているんですよね。まあ、本当はね、この上にこうやっていった方がいいんですけど、まあ、流れ的に下になってるんで、まあ、しょうがないなと思って、まあ、下にこういう風にね、流れ通り巻き込んでいこうと思います。こうやって。まあ、結構ね、分厚くなるんですけど、ここは。でも、ガマ口の中に入っちゃうって思うんで、まあ、ここはいいかなと思って。なんていうんですね。まあ、あまりにも下に行くと、まあ、そうですね。で、ここもね、また、もう一つ出てくるんですよね。だから、巻き込むのが4本になって、またここもあるから6本になってみたいなのになるんですけど、まあ、しょうがないなと思って。もうどうしても糸を始末したくないっていう感じなんでね、私は巻き込んでいくんですよね。まあ上にこういう風に後で糸始末してもいいですけどね。どうしようかな、これもほどいときますね。やって、巻き込む時に、まあ、ここはねこう完璧になってないので、ちょっと引っ張ってあげたりとかしますね。まあどうしようか。まあこれもね、もうここまでしかないから。まあどうなんでしょうかね。まあ、ここも、ある程度、なんていうんですかね。この糸が終わるまで、終わりましたけど。まあ、ちょっとここで置いときますね。だから長い方からやっていった方がいいですね。私も全然考えなしでやり始めちゃったんで、まあここで糸始末っていうかね、置いといて、こっちも置いといて、ぐるーっと一周やろうと思ったんですよね、最初は。まあでもなんかそれはなんか二度手間なのかなって思って、今ここまでできるところまでやったんですけど、まあこれもこっちの方が二度手間かな。まあこれはほどいて、ここで終わりにしときます。なので、まあここは2回目、上、2回目っていうかね、この上また拾っていくことにはなるんですけど、まあ一回一回やった方がいいですね。その方が綺麗にできるのかなって。これでグッとしときます。で、こっちも同じように、伏せ止め。していこうと思います、はい、こっちも両方やってきました。で、こういうとこはもうほどいていってもいいですね。まあ、その通った時にほどいてもいいと思うんですけど、私はもう全部ほどいちゃおうかなと思います。ここ全部ほどいていきます。ほどいてきて、まあ、全部こういうのをできるだけこうガマ口の中に入るようにしたいんですよね。まあ、これとかはこの流れでいくと下になっちゃうんですけど、まあね、多いところはやっぱり2本3本とかを巻き込んでも、まあ、この下のこの2本はちょっと外してとかいう感じになると思うんですけど、まあ、こういうところにね1本ずつこう巻き込んで糸始末してもいいんですけどね、まあ、ちょっと考えながらやろうと思います。で、まあ、ガマ口に入るんで、どの色でもいいなって思うので、私は、この切った糸を、まあ、こういう余ってる糸で、ちょっと、周りをかがっていこうかなと思います。まあ、6号でやっていこうと思います。まあ、でもちょっと大きいのかなって思うので、まあ、5号とかでもいいと思うんですけど、まあ、6号でやっていきますね。で、こう、後ろに糸を置いて、で、こうして、立ち上がり一つして、立ち上がり一つしたところから、まあ、これだとここから始めてもいいと思うんですけど、まあ、この
院とかじゃないとこからやってますね。あ、ちょっと6は大きいかな。まあこのままやっていきます。とこういう風にして、まあ普通にこう入るところですよね。さっき入れてたところみたいに、こことここの間が入るところって感じですね。こうやって巻き込みながらぐるっと一周、ぐるっとここまでやってきますね。まあ、この辺はもう大体になるんですけど、でこの角はいつも通りっていうかね、3個入れますね。まあ、別に丸くしなくてもいいと思うんですけど、まあ、一応もう入っちゃうからね、そんなに、まあ、関係ないと思うんですけど、一応やっとこうかなと思うんですよね。この一番端のとこですよね。まあ大体入るところ、ここで同じところに3個編みしようかなと思います。こんな感じで、であとはもう1個ずつこう入れていって、やっぱり入りづらいですね。入りづらかったらまあこの下とかで、カットしてって感じにはあるんですけど、まあ、こうやってずっと一周やっていこうと思います。ぐるっとで一周編んできました。で一番最初ですね、ここでいつも通りの糸始末していきますね。まあ、ここも見えるところなので、まあちょっと綺麗にしたいなと思うので、こうやっていつもやっている糸始末をしていきます。で出てきたところに変える。で、まあ、裏に糸を糸始末していくんですけど、まあ、できるだけ同じ色のところにしたいなって思うので、まあ、ちょっと上げて、まあね、ここに全部していったらいいですね。あの鎌倉の中に入るんで、ここの方が気楽にできますね。感じで、でこういうところとかはまあどこまで糸始末できてるかなって思うんですね。巻き込めてるかなって思うんですけど、ほとんどできてないので、まあ、これも全部ねこの中に入れちゃってもいいと思うんですよね私。うん、まあ、結構分厚くなるのかな。ある程度引っ張っておいて、軽く1本ずつあって、まあ、全部ね上にやろうかなと思います。こうなった時にまあちょっとだけ出るんですよね多分。でここはもう絶対入るんで、まあ、糸始末まあね1本ずつとかになると思うんですけど、こうやって、まあ、こういう風にやってるともう確実なので、こうやってね、めんどくさいですけど、こうやってね、針を最初に、まあ1回目と違う感じで、こう針を刺して、こう、ひたすら違う箇所にやってもいいですよね。で、またこっちにしようかな、みたいな感じで。まあ、今通ってきた針、糸の上通ってもいいですね。こんな感じでね、一本一本こう、糸始末していきます。こんな感じで全部やっていきます。こんな感じで全部糸始末してきましたね。で、下のピッて出てたのも、一番最初の糸も全部糸始末しました。で、これがまくちにするので、ここをね、中表で裏返して中表で、かかっていこうと思うんですよ。でそうなった時に、まあ、ここは絶対ずらしたくないので、まあ、ここからこういう風になぞっていって、
なんかマーカーかなんかで印をつけておこうかなと思います。なんかねじれたらちょっと格好悪くなるのかなって思うので、そうですね、こうやって辿っていって、まあここだなっていう感じでね、まあなんかあの糸赤あれですね、まあマーカーはいいですね。マーカーもちょっとね、こっちの方がいいのかもしれないですね。あの裏返しにするので、こうやってパチンって留める、まあ、いつも使ってるのはこのダイソーのたくさん入ってるものなんですけど、まあ、これはあの手芸ショップで買いましたね。どこか忘れたんですけど、まあ、結構どこでも売ってると思うんで、まあ、100均にもしかしたら今あるのかもしれないんですけど、ここと、まあ、ここ、まあ、ここもねちょっとこういう風にやってみて、まあ、合ってるかなってちょっと確認しますよね。あ、だいたいこういう風にね、まあ、こうやって見たら早いんだと思うんですけど、こうやってまあだいたい合ってるなって思うので、ここでこう印をつけておいて、まあ、裏返して縫おうかなと思います。なんていうか、そうですね、感じで裏返して、まあ、裏も可愛いですよねなんか使えないこともないって感じで、まあ、ここでこう見えてるところがあるので、ここを目印にして、そうですね、まあ、糸でねかかっていこうと思うんですよ。糸っていうかこの余ってる糸、どうなんですかね、こういうのって丈夫じゃないのかな、まあ、結構これは強いなって思ったから、まあやろうと思ったんですけど、これも2本取りでやろうかなと思います。一応念のために、まあ返しで縫おうとかね、まあそうですよね、返しで縫おうかなって思います。そこでね、これもね、まあ、大体なんですけど、まあ、これがついたままだとね、まあ、やりにくいから、まあ、こういう風にやってここで取りますよね。でまた出来上がりがねこういう風に横に開くのかなって思うので、まあそれも最初はまっすぐこうかがって、で裏返してみてそういう風になるようだったらここを丸く塗ってっていうようにやろうかなと思います。あ、ここね、あの緑をちょっと残したいんですよね。だからギリギリのところで、まあこうやってかがっていくことにはなるんですけど、かがっていくっていうか、そうですね、これもある程度切ってる方がいいですね。まあ結構長めに切っておいて、でこう普通にくくった感じなんですけど、でね、ちょっとやっていこうと思います。あ、すいません、ここにちょっと割っとこうかなと思います。割って、うん、なんかね初めてするからね、これも、まあ、どれが正解なのかもわからないんですけど、まあ、できるんじゃないかなと思って、まあ、広がる感じですかね、これは。まあ、こうやってね、でここをちょっとちょくちょく見ながらこう返しで、まあ、いつも私がやってるみたいな感じですね。まあ何本目にやるかっていうのも決めておくと綺麗にまっすぐいくのかなと思いますね。そうですね、1、2、3、4個目のとこかな。じゃあこっちも1、2、3、4個目のとこになるなとかね、まあ、大体ですけどね、こんな感じで、まあ、まっすぐ行かなくてもそれもまあ、あの手作りの良さになるので、なると思ってるんで、
はい、いいと思うんですけど。で、まあ一目一目ですね、これも。こんな感じでずっとここまでやっていこうと思います。こんな感じでちょっとね、最後まで編んで裏返してみました。まあこんな感じじゃないかなと思いますね。それでちょっとガマ口をつけていこうかなと思います。で、ガマ口のつけ方はまた別に撮っているので、まあ良ければ見ていただければなと思います。あ、ここはね、長いなって思うじゃないですか。でもこれをね、なんかこう入れ込んでいくんですよ。そしたらね、ここもぷっくりするかなっていう感じで、私はちょっと長めにしてるんですよね、これ。で、ここも本当はね、ちょっと狭めた方がいいと思うんですけど、まあここもね、ぷっくりするかなと思って、まあこのまま上がってきてるんですよね、私。でもこう縫い付けるタイプは、まあ本当に何でですか、こう融通が効くっていうか、なので、まあ結構いい感じでついてくれるんじゃないかなと思うんですよ。すごいもうタブタブなんですけど、ここで調節するんですね。こんな感じで、で、ガマ口つけていこうと思います。はい、こんな感じでつけてきました。で、パカッと開けて、まあ、この辺はね、ちょっと分厚かったので、まあ、そんなに綺麗にはできなかったんですけど、まあなんとかできたので、まあよしとしようっていう感じですかね。なんかこれでね、靴下とか可愛いっぽいですよね編んでて思いました。で、なんかね、こういう棒針が今私3本持ってるんですよね。なんかこういう両方こうかぎ針みたいなこうなってるものと普通の棒針、これがねギリギリ入ったんですよね。こんな感じでこれをねちょっと入れとこうかなと思ってあんまりね、こういう柄っていうか柄のもの持たないんですけど、まあこれはすごい可愛いなと思って、まあ、こういう風に置いとこうかなと思います。あんまりね、棒針もね、出番がないんで、まあちょっとね、処分を考えてたんですけど、まあこういうのはね、まあ、処分しないって決めたんで、まあこういうのはやめときますはい、こんな感じでね、今日はこういった長細い我慢口を作ってみました。何か一線を作ってる中で参考にしていただけるものがあればなと思ってご紹介させていただきました。今日も最後まで見てくださりありがとうございました。